ぬくみ峠は、福井県大野市と岐阜県本洲市根尾の境にある峠。国道157号が通る。最高地点の標高は、約1020メートル。く流り川の支流音美川と伊美川の支流根尾西、谷川との分水嶺である。農業白山の暗部にあり、峠の名前は、旧、西谷村にあった集落の名前に由来する。現在も、大野市温美として、名前は残るも、 廃村となっている。岐阜県側のネオ村大河原は、当期無人集落となっている。1974年に開通した車道は、翌年に国道157号になったが、当地が豪雪地帯であるために、例年12月初旬から、大野市中島から、元寿市ネオ農号までの間は、除雪が行われずに通行止めになる。雪が収まる3月下旬頃から除雪が、 集中的に行われ、5月頃に通行止めが解除される。通行可能な期間でも落石の恐れがあり、ガードレールなしの強路が続き洗い越しもあるため、通行の際は注意が必要である。なお、大野市から岐阜市へ抜ける通年通行可能な経路は、国道158号で福井市に出て国道8号を南下しさらに、 前原市で国道21号を東へ通るもの、国道158号で、郡上市に出て国道156号を南下するものなどがある。トンネルで抜本的な道路改良をする案も出ているが、同じ県境を越える国道417号、冠山峠道路のように事業化はされていない。峠から農業白山の山頂へ登山道が伸びている。 市政王の第246号から1974年、王の市役所1975年3月まで、国道157号はこの経路だった。平成9年12月定例会12月11日03号、岐阜県議会、ありがとうございます。